傾斜が急な山などが多い日本の国土は、台風や大雨、地震などが引き金となり、土砂災害が起こりやすい環境にあります。一見、整備の行き届いた都市部においても、地形によっては土砂災害が起こる可能性はゼロではありません。暮らしのセーフティー。今回は都市部でも起こりうる土砂災害に対する備えについてお送りします。お話を伺うのは防災課の高橋さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速ですが、土砂災害と一口に言いましても、具体的にはどういったものを言うのでしょうか。はい、土砂災害には大きく3つの種類があります。急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り、この3つが大きく種類として言われています。中でも急傾斜地の崩壊については、文京区のような都市部でも起こりうる土砂災害として言われています。地中に染み込んだ水が土の抵抗力を弱めまして、斜面が急激に崩れ落ちる、そういった現象のことを言います。そういえば区内には台地や急な崖地があったりしますもんね。そうですね。今年の3月に東京都は土砂災害防止法に基づき、区内の一部地域に対して土砂災害警戒区域及び特別警戒区域の指定を行いました。今お話にありました土砂災害防止法とはどういうものなのでしょうか。はい、土砂災害防止法とは、土砂災害の恐れのある区域に対して警戒避難の体制の整備であったり、危険性の周知、そういったものを行うソフト対策のを求める法律となっています。2つの警戒区域指定がありましたが、まず土砂災害警戒区域について教えてください。はい、土砂災害警戒区域とは通称イエローゾーンと呼ばれる区域になりまして、住民の生命・身体に危害が及ぶ恐れがある区域となっています。はい、区内に15箇所の警戒区域が指定をされています。続いて土砂災害特別警戒区域について教えてください。はい、土砂災害特別警戒区域とは通称レッドゾーンと呼ばれる区域になります。イエローゾーンとの大きな違いといたしましては、区民の生命身体に加えまして建物に対しても大きな影響が出る区域となっておりまして、より警戒が必要な区域となっています。こちらは区内11箇所に指定があります。これからの時期、雨も多くなってきますから、十分に注意しなければなりませんね。はい、いざという時のために避難行動であったり、災害情報の入手の方法であったり、そういったことをご確認いただければと思います。まずは避難行動についてですが、はい、土砂災害の恐れがある場合には、区から3段階の避難情報を発令します。その情報ごとの種類によって取るべき避難行動を確認していただきたいと思います。まず避難準備、高齢者等避難開始についてです。こちらの情報が発令された場合には、高齢者や障害を持った方およびその支援をする方、そういった方については早めの避難を取ってください。またそれ以外の方につきましても、気象情報であったり災害情報といった情報をこまめに取っていただくというような行動をしていただきたいと思います。続きまして、第2段階目のものといたしまして、避難勧告になります。こちらの情報が発令された場合には、一般の方も含めまして避難所への立ち退き避難を開始していただきたいと思っています。最後に3段階目の避難指示についてです。こちらの情報が発令されたときは、まさに災害が起きている可能性があるといった状況になりますので、まだ避難をしていない方についてはすぐに避難所への立ち退き避難をしていただきたいと思います。避難所への立ち退きは迅速に行いたいですね。はい、ただし避難所への立ち退き避難がかえって自分自身の生命に影響を及ぼしかねないといった場合には、自分自身のいる家のより高い部屋であったり、また近隣の高い建物、こういったところに避難をしていただくという行動も取っていただきたいと思います。次に災害情報の入手についてですが、はい、区からの情報入手についてはいくつか方法があります。まず防災行政無線になりますが、こちらは皆さんのお住まいの地域の屋外スピーカーからなるものになりまして、災害情報を伝達するものとなります。
またこちらについては電話で聞く機能であったり、今皆さんがご覧になられている CATV で黄色いボタンを押していただきますとテレビで聞く機能といったものもございます。次に L アラート、次に緊急速報メールになります。こちらは各携帯会社から区内にいる方に対してプッシュ型で直接情報を届けるというようなメールになっています。次に Yahoo 防災速報になります。こちらは文京区が協定を結んでいる Yahoo 株式会社からのサービスになりますが、 Yahoo 防災速報というアプリをダウンロードしていただきまして、こちらに Yahoo の方から直接プッシュ型で情報が届けられるというようなサービスになっています。次に Twitter、Facebook、 CATV、次にふみの都安心防災メールになります。こちらは文京区から発信される登録制のメールになっています。誰でもこちらのメールは登録することができますので、ぜひ登録をお願いできればと思います。最後に区のホームページになります。これらのツールを活用して迅速な行動を心がけていただきたいと思います。なお、土砂災害時の避難所ですが、ご覧の10箇所を指定しています。区では今後も土砂災害ハザードマップやリーフレットを作成し、土砂災害対策について皆さんにお知らせしていきます。何かご質問等があれば、防災課までご連絡ください。区民の皆さんには、災害時に慌てないためにも、日頃からの備えを心がけてほしいですね。はい。高橋さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。このコーナーでは災害発生時に必要となるさまざまな知恵や工夫をご紹介していきます。今回はハエ取り機を作るです。防災課の内藤さんに解説いただきます。内藤さん、どうしてハエ取り機を作る必要があるんですか？夏場はですね、ハエが大量発生することが予想されます。で、実その衛生環境を保つためにですね、自宅、それから長期化してしまった避難所、あと仮設住宅などですね、こちらのハエ取り機を置いていただきまして駆除していこうというふうに考えております。では実際に作ってみましょうか。はい、お願いいたします。お願いします。こちらがですね、ハエ取り機を作る材料になっております。はい。で、ご準備いただくものなんですけども、こちらのペットボトルですね、500ミリリットルのもの、それから紐とカッター、日本酒が 70cc、 砂糖が 100g、 酢が 50cc となっております。それでは材料を入れていきますね。はい、お願いします。まず日本酒を入れます。続いて砂糖を入れます。そしてお酢です。これをしっかり混ぜる。はい。でペットボトルの上の方にですね、3センチ角程度の穴をですね、カッターで開けていただいてよろしいでしょうか。はい。はい、出来上がりました。このような形でしょうか。はい、そうですね。これでハエ取り機のが完成になります。でこちら紐を使いまして、ちょっと軒下の方にですね、くくっていきたいというふうに思います。はい、このように丸く、そうですね、はい、くくりつけて、はい、一度固結びをしますね。はい。そして、で上の方ですね。はい。はい、これでよろしいでしょうか。そうですね。これで吊るせる形になりましたので、こちらからもハエが入ってきまして、尿に吊られてですね。で、ハエが入って駆除できるという形になります。手軽にできますね。そうですね。夏場の避難所はハエが大量発生することを予想されますので、こういったものを使いましてですね、対策していただければと思います。はい、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。